そして昨シーズンのこの両チームの対戦なんですが、ルヴァンカップを含めまして1勝1分け1敗と。さあ2021年のキックオフのホイッスルが鳴り渡っています。まずは右サイド松田陸、ロングボールを蹴り込んでいきます。切り替えを早くしていきたいということで、まあ、中盤少しスペースが空くというシーンがここまでの入りというのは多くなってますね。そしてロングボール裏に抜けているクリスチアーノ、シュートだ。キム・ジンヒョン対人の強さというのも手に入れて帰ってきました。坂本スルッと抜けていった。さあ前が空いている、うまくかわした、シュートだ。あの大久保を使って、まあ、おとりに使って自分が侵入していくようなね、まあ、巧みなプレーでしたけどもね、はい、まあ、いいプレーでしたね。そうですね、ゴールキーパーの前ヘッド、ポストだ。もう一度行く、こぼれ球、ハンドか。さあハンドをアピールしていますが、そうだと思うんですけども、はい、ここアルハシがこうハンドっていうところですかね。今ちょうどここ、今皆さんの耳にも入ったかと思いますがハンドですと、うん、まあ、このシーンですね。そうですね、フリックしてこう流れてきたタイミングで、はい、まあ、アルハシのポジションもそうですし、あとはこの、ハンドに対するところですかね。そうですね、ロングボール、大久保前を向けるか、あっと転倒した。ここはホイッスルが鳴っています。あ、決定的な得点機会の阻止です。ドグソが告げられました。ドグソの4条件に全て当てはまってますね。そうですね、あ、元ドリブルで振り回して奥のワンタッチ、坂本ブロックして、もう一度坂本から松田陸、中大久保ヘッドだ。大久保嘉人がこの長居に戻ってきた。背番号20を背負ってクラブの象徴として、大久保嘉人 J1 通算186点目。いい形で、松田が上がってきて、まあ、クロスのタイミングも非常に良かったですし、あとはこの入る、このニアへの入り込みのタイミングも大久保素晴らしかったですけどもね。そうですね、ここでホイッスルです。前半終了のホイッスルが響き渡りました。この大久保嘉人、セレッソでの先制ゴールを奪った大久保の表情が映し出されました。後半のキックオフです。中盤の底に入った三原、最終ラインに戻します。加藤のフリックから高木も狙っている、しかしキムスンギュ、もう一度いった、シュートはポストだ。さらにまだ行く、ここで決まった。2点目を奪いました。坂本開幕戦でゴールを決めました。シュートポストだったんですけども、まあ、そこに対しての、まあ、反応が早かったですね、まあ、セレッソの方が。ここで長いホイッスルが響き渡りました。大久保嘉人、